綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、ヤンマーホールパー5、490ヤードです。これも2オンできる距離なので、できればバーディーを。グッドショット。バルデ選手、フェアウェイの真ん中です。小川選手も真ん中でナイスショットでした。第2打まっすぐ行きましたが、あ、ナイスショットです。ちょっとラフかもしれませんが、ナイスショット、パー5です。結構深いです。選手のイーグルトライです。Well done. Nice birdie. Nice. Nice par でした。5番ホール、368ヤードパー5です。追い風です。ハンス選手もフェアウェイ右側、ナイスショットです。フェアウェイ右、かなり飛んでますね。ナイスショットです。パー4の第2打目、残り105ヤードです。ちょいアゲインストですね。ピンが右に飛んでます。ちょっと大きかったようですが、グリーンオンしてます。バーディー狙います。ナイスパーでした。6番ホール、350ヤードです。今日はかなりティーが前からになってます。打ち上げのパー4です。ナイスショットです。フェアウェイのど真ん中。
りの105ヤードぐらいです。上りがロで110ぐらい打てばいいんで、打てばと。ピンに向かってます。まっすぐパンに向かってます。ちょっと左に流れてますね。あ、戻ってきてるのかな。アンジュレーションを理解しながら打たないとなかなか大変です。バーディートライです。かなり傾斜になっていて随分と落ちてきてしまいました。ナイスタッチです。7番ホール打ち上げのパー4です。380ヤード。ハルデ選手ティーショットです。ドライバーは持っておりません。金ファン選手ティーショットです。同じくドライバー持ってません。ちょっと右に来ました。大丈夫でしょうか。残り150ヤード打ち上げのショットです。フォローがあるので、まあ、プラス10ヤードぐらいでいいと思います。ちょっと右に行きましたが、あ、キックはそのまままっすぐ行ってしまいました。ラフかもしれません。バーディーパットです。ナイスセーブでした。ナイスパー。あと2ホールです。162ヤードちょい打ち上げのパー3です。ピンの右の方向に向かってます。お、ナイスショット、ナイスオンです。多分バーディーチャンスだと思います。前川選手パー3バーディーパットです。パーでした。コントーナメント最後のホールです。パー5526ヤード最後はバーディーフィニッシュで100ドルでも多く持って帰りましょう。ちょっと左に行ってしまいましたね。左のラフです。ラフから出てきました。フェアウェイにユーティリティで刻むようです。
と当たりが悪かったようですが、パワー5なので問題はないでしょう。花ガルベス選手の第3打になります。残り100ヤード。いい感じです。バーディーチャンス。さあ今回トーナメントの最後のホール、最後のパット以外のショットです。バーディーフィニッシュしてお金持って帰ってください。いい感じに上がってますが、ナイスショットじゃないでしょうか。バーディーチャンスだと思います。拍手が沸き起こりました。3人ともバーディーチャンスについています。モリカ選手一番近いところについております。惜しい。シンファン選手もバーディーパットです。レッツバーディレッツバーディ。こんな感じです。はい、モエカ選手、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日のラウンドの感想をお願いします。はい、そうですね、朝の練習では結構ショットの感覚が良かったんですけど、結構前半ボギー打ったのはなんか思ったよりアイアンが今日ちょっと飛んでて、それで結構オーバーしたりして、まあ、そこから3パット3回2回してボギー打って、そこからちょっとなんかアイアンの感覚が狂ってきて、方向は出てて距離だけがちょっと合ってなかったんですけど、だんだん方向もおかしくなってきて全然バーディーが取れなくて、ちょっとそうですね、今日は4ボギー、2バーディーで2オーバーっていう悲しい結果になりました。まあとりあえず予選カットを最初にしたということで、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。それは良かったです。はい、まあそうですね、まあ、最終日はまだまだ課題、まあ、今回アプローチで結構苦しんでだいぶもったいなかったんで、まあ、こういうのは慣れなんで、しっかり今から練習してアメリカの芝に慣れていけたらいいなと思います。じゃあ今回の、ポイントは、うん、まあ6回か7回ぐらいあったラフがボールのすぐ後ろにある、日本ではあんまりありえないような、はい、まあ、エプソンツアーのゴルフコースっていうのはそんなにコンディションがパーフェクトなわけでもないので、はい、グリーン周りでもそういうベアグラウンドプラス、うん、ラフみたいなとこがあって、そこの穴に入っちゃうと、ピンに向かって後ろがヘビーなラフでそれをアプローチするって感覚は難しいよね。そうですね、それユーティリティとか、うん、パターでも無理やし、アプローチでもやっぱトップするんで、アイアンのハーとかでパーンって歯打ちするんですよね、多分その人。そう、そういう練習が必要です。そうだね、ちょっとそれで苦しんで、それ絡みでダボ2回だったからね。はい、ほんまに最悪です。あ、今後もエプソンツアーは、うん、そんな最高のゴルフ場を使えるわけではないので、そういうことが多々あると思うので一生懸命練習してください。はい、はい、頑張ります。で、来週に備えてまた、ここはカリフォルニアですが、モエカ選手なんとこれからもうホテルチェックアウトしてあって400キロ運転してフェニックスに帰ります。はい、
あの運転気をつけてください。それから翌日から次の日にツーソンという1時間半ぐらい、まあ、アリゾナ州のところに会場入りします。で来週は、何曜日から、木曜日から4日後。そうすると火水しか練習する日ないんだ。そうですね、はい、まあ、でもまだアリゾナは慣れてるんで、はい、まだちょっと練習しなくても大丈夫やけど、今回はもっと練習しとった方が良かったですところで出場できることは決まったの？いやまだ微妙ですね。多分今日か明日ぐらいには分かるかな。ああそうなんだ。いけると思うけど。わかりました、はい、もしも、ダメだったらパームスピング来てください、はい、シェブロンに遊びにしてください。遊びに行きます。はい、それじゃあご苦労様でした。お疲れ様です。